武ン語は、台湾の南投げ県、高尾市、可憐県及び、台東県を中心に、武ン族が使用している言語。主な分布地域は、南投げ県は、神愛郷、新義郷。高尾市が桃源区、めなつ区、森区。可憐県が修林郷、万英郷卓京郷。台東県が、遠平里と、海端里である。ただし、現代では、 ブヌン族の一部は北部及び中部の都市部で生活している。ブヌン族のサブグループとしては A、社群、B、宅社群、C、乱社群、D、単社群、E、軍社群が存在するが、方言群としては、基本的に AB の北部方言、CD の中部方言、E の南部方言の3つに区分される。なお、サブグループとしてはこの他にも、かつてい 乱射軍が存在していたが、彼らは日本植民地期にすでに隣接する相続に同化していたことが報告されている。文字を持っていたという断片的な伝承が存在するものの、武能族が古来から文字を有してきたという確証は、現在のところは存在しない。ただし、彼らの社会が劇的な変化を経験しつつあった日本、統治期には、 古くからの農耕書儀例の年間プロセスを記録、保存、継承しようとする一部の部分属によって創作的な暦が複数作成されている。現在はラテン文字や台湾の中音符号を用いた表記も行われている。母音は A、I、U の3つ。これらの長母音、二重母音がある。成長はないが、皇帝アクセントがある。5末から2番目の母音が高い。 ありがとうございます。